西漢方薬店の西です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。内容が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。1分でわかる生薬解説、本日は耳石になります。世界各地で採れる天然の耳鉄鉱を用います。通常火成岩や変成岩の中に入っており、鉄の原料として用いられます。磁性があるものを活磁石、磁性を失ったものを死磁石といい、表面が黒色で光沢があり磁性が強いものが良品とされています。漢方の働きとしては、精神を安定させる安神作用、咳を止める止咳作用、高血圧やのぼせに用いる高圧作用などがあります。代表的な処方に耳鳴りで六味丸と配合する自明丸などがあります。ぜひ覚えてみてください。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。ぜひご気軽にご相談ください。それではまた。